気もせずにやられに来ることだ。しかしなぜ奴らはこんなところに現れるのだろう。食料があるわけでもないのに。昔はこっちの門も使っていたんだけど。君が家出した息子、家族の人が心配して。何が心配だ。あいつら家業の後継ぎ。なるほど、そういう事情であったか。分かったよ。でもこの町に来て酒場のマスターのお世話になったんだよ。その得意料理を振る舞いたいから、しばらく待ってくれないか。材料集めに時間がかかりそうなんだ。材料集めは手伝うから。いつも魚料理ばかりだって聞いてるから、たまには肉料理を食べさせてやりたいんだ。だから羊の肉を5個とヤギの肉を3個頼むよ。材料は酒場のマスターの方に届けてもらえればいい。僕は調理器具の準備をするから。外国から。また来てよ。いらっしゃい。餌が。この辺じゃ。また買いにおいで。
外国。また帰って。いらっしゃい。まい。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。ここでお待ちください。めんどくさい。魔物が出たら呼んでくれ。Try.
待たぬか。何やら面妖であるぞ。そろそろ引き返さぬか。カイネ、どこ行っちゃったんだろう。消えた。名誉な館ゆえ、さらわれたか食われたか。何やら絵が変わっているようだが。この顔すごく苦しそう。なんだか少し怖いな。そうだな、早く行こう。早く行こう。早く行こう。Thank you.
はや。魔物がいる。なぜこんなところに。前の男の子一人。足音だけでわかるの？当たりですね。あともう一人というかもう一冊シロもいるよ。足音は一人分ですか？我はシロの書、足の生えた書物などあるものか。我らの自己紹介は以上だ。次は何時のことを聞かせ願おう。僕はエミール、この館の主です。じゃあ手紙をくれたのは君？手紙？一体何のことですか？なんだか話が噛み合っていないぞ。ダメ、近づかないでください。危ないんです。僕の目は物を石に変えてしまうから。だからこうやって目隠しをして生きているんです。ずいぶん変わった特徴があったものだな。手紙の件はもしかしたら執事が知っているかもしれません。この鍵で館の奥に入れるはず。ご案内します。いいよエミール、僕たちだけで大丈夫だよ。そうですか。では鍵をお渡しします。一番奥の部屋が執事の部屋ですから。あとこの家は迷いやすいので館内の図面をお渡ししておきます。シロ、カイネはどうするの？放っておけ。あの女のことだ。一人で何とかするであろう。そんな。騙されておらぬか？
魔物だ。これも人どうしたんですか？ご主人様、こやつが。ああ、彼が僕の面倒を見てくれてる執事です。悪い人じゃないんだけど、ちょっぴり柔軟性に欠けるというか、人間味がないというか。申し訳ありません、ご主人様。人間であったか。執事さん、僕たち手紙を受け取ったんだけど。はい、あれは私が出した手紙です。数々のご無礼をお許しください。ご覧の通り、我が主は見たものを石に変える己の目を憂い、自ら光を絶っております。そのけなげなお姿があまりに不憫で、なんとかならないものかと。皆様が名だたる勇者と伺い、主の名前で手紙を出したのですが、いただいたお返事はなぜかヨナ様からで。それじゃあ、ヨナとの手紙をやり取りしていたのは。はい、私でございます。何度もヨナ様には取り継いでいただくようにお願い申し上げ、ようやく。ヨナは違う理解をしておったようだが。ヨナもあまりよく分かってなかったみたい。ああ、お会いできて本当によかった。我が主の目を何とかしていただける日が来ようとは。そうだったんですか。あいにく我ら、少なくとも我の横のこやつは勇者でも医者でもあらぬ、ただの小僧だ。この際、何でも構いません。館の中にある治療法さえ見つけていただければ。え、館の中に治療法があるの？はい、私が行ければ良いのですが、その場所に魔物が発生してしまい近づけないのです。お願いです、どうか魔物を倒し、主の目を治してください。やめてよ、お客様にそんな無理言わないで。分かった。勇者を気取るか、小僧。困った時はお互い様じゃないか。それに
どうせカイネも探さないといけないし。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。いろいろご無理をお願いして申し訳ありません。僕も敵を石化するくらいならできます。お手伝いします。皆様よ。Thank you.
ここならきっと僕の目を治す方法が。どうも不穏であるな。なんだか白みたい。私けなこと、我ほどの書が世に二つとあるものか。便利なことできないの？石化とは実に凄まじい能力であるな。倒しても倒してもキリがない。そっちは見ての通り大ピンチ。助けて。こやつやたらと手強いぞ。どうしよう。誰に聞かれても。もういいです。僕が抑えているうちに逃げてください。うるさい。誰だお前。あっカイネ、この人はエミール。この館のクソだ。つぶす。このクソも絶対に潰してやる。聞いてない。相変わらず品のない言葉を。吐きよって。これは僕一人の問題です。皆さんにご迷惑をかけるわけには。では後を任せてお先に。ってわけにもいかぬだろう。当たり前だよ。うるせえ。お、カイネ。弱音だったらこのな本をしてから好きなだけ吐け。耳が腐るんだよ。要約すると頑張れってことかな。励ましてるのか。あの女が。そういうこと。
シロ、これ石化についての研究報告。おお。でもこれ暗号化されてるみたいです。せっかく皆さんに見つけてもらったのに。おい、あいつがお前に言いたいことがあるそうだ。私にお任せください。どんなに時間がかかろうとも、この私めが解読します。セバスチャン。セバスチャン、あやつそんな名前だったか。エミール、覚えておけ。カイネさん。これは罪ではない。これ自体に罪はない。大事なお前自身だ。決して忘れるな。復讐が終わった今、もう必要のないものだと思っていた。そして私自身も終わりだと思っていた。この腕も、私もまだ生きる意味があるように、お前にも未来があるはずだ。カイネさん。だがもし私のこの体病気がちであまり外に出れないから、もしよければ時々手紙を送ってもらえるかな。はい、喜んで。皆さんお元気で。うん、また会おうね。エミールの目が早く治ることを祈ってるから。おい、さっきはエミールと何を話していたのだ。青少年に悪影響を及ぼすような言葉は吐かなかっただろうな。なんとか言え、この下着女。うるさい。なあ、シロ、落ち着きなよ。でも、これで全ての封印されし言葉が集まったわけだ。あとは黒の書とやらを見つけるだけだな。そう、絶対に見つけ出してヨナを助けるんだ。
ヨナ、寝てなきゃダメだよ。もうすぐだよ、ヨナ。封印されし言葉をようやく集めたんだ。あとは黒の書ってやつを探すだけ。お兄ちゃん、大丈夫？危なくない？ああ、大丈夫さ。ヨナのお熱も、お咳も良くなるのかな？うん。あ、ヨナ。お兄ちゃん、ヨナのこと嫌いにならないでね。何？いきなり。いっぱい黒い模様が出ても嫌いにならないでね。なるわけないだろ。ポポルさんに薬をもらってくるよ。ヨナ、日に日にやつれていってるよね。弱気になるな。お前はヨナに残された最後の希望なのだぞ。